ケンヨンパチさん、ギフトありがとうございます。お、モックンもありがとうございます。おはようございます。乙女座1位でマジ ?1 位だった。おはよう、おはよう仕事行ってきます。お、タクちゃん頑張ってください。ファイトラボイおはようございます。緑のジャージャージ昨日おはようございます。おはよう、おはよう丸。よし7時にちょうど目が覚めた。さすが。学校行ってきます。お、いってらっしゃいおはよう。トントコトントントンタルントントコトントコトトン。おはようございます。靴の下へ待ってたガチよ、ガチガチあれはマジなんよ。やってみて、靴の下にあれ、靴の下にバッテン方式もっくんハートありがとうございますもっくんハート、うん、LINE ライブ見たい、ありがとうスタッフの中で聞いたね、嘘そう、あれ最初はなんかあれ変わったよね。最初は声が何も聞こえずに、ただ映像だけも回っとるみたいな、カメラがみたいな回っとる系のやつだからそう、始まりますって言われても、いつ入ったか分からんじゃん5、4、3、2はいとかじゃないけどさそう、いつ入ったか分からないよねあれちゃこさんハートありがとう。朝涼しくなった、確かに涼しいと。今日は早めに来られました、さすがさすがやな、うん、透明感、うん、涼しすぎて7時以降寝坊しそうだったありゃ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 んりゃりゃんにゃり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 ゃん、ラインライブ見逃したイエイ。お、ミカポンジュールだ。この間違えてみろと間違えて違う違うよ。やっぱね、そう、あの、会ってないとみかんちゃんとメロンちゃんが忘れるんやもう思い出したもう思い出したから、まだ聞いてね。23日に愛ちゃんに会えるサステナブルだって。おお、サステナブルよろぴく。今日だ発売はおはよう、おはようございます。バンジェラモンスターさん、かわいい、ありがとうございます。いやいやいや、若月が相手で長野受ける星が2人も入っとるけんにゃん。今日はみゆちゃんに会えんやった、ピエン、どういうこっちゃん。みゆなちゃん配信しとらんの今日。うっしょん。しんしんまるさん、たぬきありがとうございまーす。カウント完了、どうもありがとうございます。2回目です、嘘嘘よそれは絶対に嘘そんなことはない。ミカポンデュールくん、だからみんなフラゲフラゲ言ってたそうだよ、フラゲだよ。LINE ライブでまだ来てないスタッフ、来てないって、まだ来てないってスタッフの声がまる聞こえですよってコメントしてそうな、しゃあないしゃあない、あれはゆるゆるだからね。そう、なんかショールームスタッフさんも全部おる、なんかショールーム企画みたいなのあるじゃないですか。あんな感じじゃなくて、もうゆるゆるの LINE ライブだから仕方ないさ。ピザさんハートありがとうございます。 LINE ライブは止められないしね、
そう、スタッフさんの声入ってもショールームはなんか止められるらしいけど、 LINE ライブ大丈夫。5時から配信しました。今日何があるんやろ。ゴーディアイコン乗らないかハラハラしながらコメントしてた LINE のアイコン、あーそういうことか。歌コン見てたら LINE ライブ過ぎてた、時間過ぎて、歌コン収録じゃねえわ、録画か、録画してるか見ないと。さや姉さんのところを早く見たいんだよね。 AKB さんもちろん見るんですけど、さや姉さんが早く見たい。おはようございます、ホープさん、ハートありがとう。おはよう、ゆるゆるだよ。あ、今日徳島か、そうじゃん、今日18か、今日明日か、今日明日徳島公園、としやさんだるまありがとうございます、イエーイ。ドゥルルンドゥルルン、おー、なおやくんかわいい、ありがとう。ゆみりん写真撮ってたの見た、いいなー。さや姉さんのトゲー、トゲー、開幕から歌ってました、マジ早見ないといけない。あー徳島収益式、あ、そっか、初めて徳島に行くんか、そうだよ。かくれんぼ流行ってるの知らん、かくれんぼはありさん持ってないけ入れようと思う、今日今日ダウンロードしようと思う。いやぶにゃん小判ありがとうございます。おはようございます。秒で飽きそう、マジ。やったことあるみんな。おはよう。そしてここで重大発表、イエーイ。ついに。ついにね、ずっとね、ずっと迷っておりましたが、歌唱力の歌を決めました、イエーイ。まあ発表はしないけど、そう、まあ発表はしないけども、歌唱力のね、もう第一候補、第二候補、そして第二候補なんですけど、4曲出すんですけどね、なんかそう、今回はそう2曲歌うから、その倍の4曲提出するんですけど、4曲の順番も全部決めました、今日提出します、イエーイ。仕事がやでしょ、発表せんよ、なんでやねん。いや言ってない、言うわけねえだろう、もう決めました、これでいくっていうのは決めましたので、楽しみにしておいてください、イエーイ。もうめっちゃ前、一番はこれって絶対決まってたんや、そう、第一候補は絶対これで、もし8人に選ばれて上に上がった時に2曲目を歌うってなったら何を歌うかっていうのをね、めちゃめちゃ迷った。2曲あって候補曲が、そう、どっちを上に持ってくるかめちゃめちゃ迷ったね。でもアリサは絶対こっちだって決めたので、昨日絶対こっちだって決めたので、ぜひもうお楽しみに。選曲マジで難しい、そう、全然曲のタイプが違うんですよ、曲のタイプが違う2曲で回ってたから。一人で聞いた、なんか一応アドバイスはもらったけど、そう、一応いろんな人にアドバイスはもらったんですけど、どっちがいいかっていう。でも最終的には自分で決めたよ、絶対こっちや、デデーンって。今のワタピはこっちやわーって言って決めました、イエイ。ファッションも大切なんやけど、確かにそうなんや、でもまだ分からんよね。去年はみゆみゆもほのたんも同じ衣装着てた、 STA の何やったっけ、あれ、レコ大か、
レコード大賞を受賞した時の青い、そう、綺麗な衣装を着てた。どうなんやろね。ガジュカント完了したよ、ありがとうございます。平次さん、たぬきありがとうございます。なんか衣装一緒なんか面白い。ああ、プレゼント送ったよ、ありがとう。誕生日プレゼント送れたけどありがとうございます。そしてなクエイヤウケる、知っとるよな、どの曲やったっけ。大好きな衣装の人の衣装かしら。マジ、あの靴ほんまにね、あの靴でほんまに歩けない。大好きな人の靴だけ買いたいな。大好きな人の靴ほんまに難しいですよあれ。練習頑張ります。もちろんレコ隊の衣装一番着たい。直也くん着たいの一番。ウケる。おもびろい。今日は夕方は今日夕方、ちょっと待って、何時に終わるんだっけな。今日夕方はもしかしたらできないかもしれないかもしれない。テリリン、おう、あ、ちょっと待ってよ、早かった。今日はあのラディオのやつがあるので、終わってから、家に帰ってからできると思います。イエーイ。結構終わるの早かったよ。ラディオがあるので終わったらやります。みゃんこ先生、だるま、ありがとう。あー、1万点と2000年前から愛してる。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃ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 。1万年と2000年前から愛してる。お、てっちゃん、ハートありがとうございます。イエーイ。それか、それね、みゆみゆとね、前にね、最近じゃなくてめっちゃ前にカラオケ行ったんですけど、その時にみゆみゆが歌ってた。1万点と2000年前から愛してる。2007年の歌なん。生まれてる、3歳だ。3歳だわ。ドゥルルルルルルル、懐かしい。それアニソン、アニメの主題歌みたいなやつですかね。アニメの主題歌的な。3歳だぞん。2005年だったら2歳だ。あ、違う、2005年だったら1歳だ。ウケる。天城越え、天城越え、むずい。天城越え、わ、まだ越えてないよ。そりゃ嘘やん。そりゃ嘘やん。演歌だったら、坂本冬美さんしか歌えん。坂本冬美さんなら歌えるよ。2005年なんかもう小5だぜ。おお、小5立派や。いいね。パチンコ CM に起用されたのが、パチンコの CM になったんや。ふみふみ。それな。ケンオバシさん、バラ、ありがとうございます。武田鉄矢さん。津軽海峡。冬景色。アイスはあれが得意。アジアの海賊の船が出るっていう、ST にぴったりな曲。八代亜紀さん、ああ、八代亜紀さんを知ってるよ。アジアの海賊っていうのは ST ぴったりだよ。ああ、
ああ風を吹け我が人生ゆう。そんな知らないの、うそ。坂本冬美さんのアジアの海賊。マジ？マビー。緑入れたほんまや。キャッチフレーズいきまーす。アリちゃん推しになるのはアリアリアリサ号出航。はい、ありがとうございます。中学3年生のアリちゃんこと緑のシャリトです。イエイ。あ、みんな知らんかったこの曲。うっそー。じゃあ覚えとって。出航ありがとうございます。まこっとさん、だるまありがとう。とことん。ではギフトを読みます。まことさん、パンデラさん、金曜バチさん、てっちゃん、相方マイハさん、みやこ先生、クリちゃん、平継さん、サイモンさん、ゆうぼうさん、デブニャン、とめとめさん、としやさん、なおやくん、まきさん、ホープさん、ピザさん、シンシンマルクスコココン、ワンジェラモンスターさん、チャコさん、モックン、キヨンパチさん、てっちゃん、母さん、ワンジェラモンスターさん、ギフトありがとうございます。イエーイ。ではランキングいきます。13位富蔵先生、12位サイモンさん、11位マキさん、10位ヒデジロさん、9位塩小路さん、8位カンちゃん、7位キズナックさん、6位ヒゲのマサさん、5位シシマルさん、4位よヒデさん、3位パンデラモンスターさん、2位てっちゃん、1位はキンヨンパチさんです。イエーイ、おめでとうございます。イエーイ。目覚めた。お、よかった。はい、ありがとうございます。いや、夕方はまだ時間も不明なんですけど、多分できると思うので、帰ってきてから、家に帰ってきてからできると思うので、よろぴくお願いします。では今日も頑張りましょう。1週間の真ん中です、今日は。1週間の真ん中の日でございます。今日も頑張りましょう。ではバイバーイ。ありがとうございました。バイチャラ。